こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。ということで今回は、なパイロットランキングバージョン2を発表したいと思います。前に特集したなパイロットランキングトップ10の第2弾ってことか。そうよ。前回でランキングにしたんだけど、とはいえスパロボにはまだ魅力的な OP の持ち主たちがいるわ。今回は前回のキャラは除いて、各キャラクターのビジュアルや乳揺れ、キャラクター性に焦点を当てて、紹介しきれなかったパイロットたちを、私の独断と偏見でランキングにしたいと思ってるわ。おお、これは楽しみだぜ。まずは第10位、ミツバグレイバレイよ。スパロボサーチに登場するオリジナルキャラだな。プレイヤーが所属するドライクロイツの機関ドライストレイガーの艦長ね。ゲーム中でも出番が多く、第2の主人公と呼ばれるくらいだったな。で、彼女のどこがなんだ？スパロボといえば思い浮かぶのは乳揺れね。これまでスパロボでは、たくさんの乳揺れが存在したわ。でも彼女のものはほんのり揺れるだけね。でもそれがいいのよ。わかるかしら？わからないぜ。説明してくれるか？仕方ないわね。まず彼女の服装ね。白と青基本としたカラーになっているわ。髪は金髪で目は青ね。金髪碧眼ってやつなのかしら。そして彼女のスタイルの良さね。どちらかというとスレンダーな体型。しかしボディラインはしっかり強調されていて、出るとこはしっかり出てるわね。そうだな、手足は細いけど、胸はちゃんと、てか大きいと思うぜ。そうよね、溢れ出る母性を隠しきれてないわ。しかし強調しすぎているわけでもない。キャラのデザインのせいなのか、むしろ安心感を覚えるわね。確かに、しっかり女性的な魅力を備えつつ、謙虚さを感じられるぜ。そうなのよ、このキャラはその体型からなところを期待させつつ、しかしそれを出しすぎず溢れ出る正統派メインヒロイン感を壊さない程度の、程よい微妙な乳揺れを表現した。私のカットインを持つなキャラなのよ。私大好きだわ。なるほど。10位からすごい熱意だな。恐れ入ったぜ。キャラのイメージを崩さずにほんのり揺れるテイスト。もはやこれはスパロボ乳揺れ界の一つの到達点だと思っているわ。そんな世界があったんだな。まあでも主人公との絡みも多くて、最新作の人気キャラでもあるし、ランクインしてもおかしくはないな。そうね。まあどうしてもこの後のキャラと比べるとインパクトが弱いので、この順位にさせてもらったわ。でも勘違いしないでね。あくまでなところに着目した時の順位だから、このキャラの魅力はそれだけじゃないわ。そうだな、まあ気になる人はスパロボサーチをプレイしてみてくれ。さて第9位はネイジュハウゼンよ。無限のフロンティアエクシードスーパーロボット対戦オージーサーガに出てくるキャラだな。そうね、前回特集した動画でも南部かぐややアシェンブレイデルが登場してくるオージーの派生作品ね。彼女たちも魅力的だったけど、ネイジュハウゼンも負けず劣らずの魅力を持っているわ。ぜひ聞きたいぜ。彼女は妖精族の国エルフェテイルのメイカハウゼン家の姫で、ブースト機能付き巨大アリフェイスレイヤーを武器としていて、年はなんと117歳よ。117歳？それってババ。彼女は妖精族って言ったでしょ。人間の基準だとそうだけど、まだまだ妖精基準だと若いのよ。ああそういうことか。そりゃ失礼したぜ。彼女の魅力はなんと言っても、その独特の服装で目立つ横乳ね。サイズは95から98と言われており、かなりのものね。確かに変わった服着てるよな。これで槍なんか振り回してたら、反動ではみ出てきそうだぜ。そうね。アニメシーンでもよく揺れているわ。南部かぐやに比べると、あちらは揺れた時のインパクトがすごいけど、ネイジュはより揺れやすいといった具合かしら。もにゃんもにゃん揺れてるな。それにへそ出しでミニスカート。これでもかというほど若気の至りを享受しているわね。若気か、117歳でこの体を保てるなんて世の女性が聞いたらそっとするぜ。そうね。南部かぐやほどのスタイルのインパクトはないにしろ。ネイジュだって負けてないと思うわ。性格はあちらはおっとり系だけどこちらは気の強いおてんばな性格で、わがままで高飛車なところがあるわ。お互いに対照的なヒロインなんだな。どちらも共通してでかいけど。そうね。大好きよ。そうか。第8位は大門巡る、スーパーロボット対戦 DD に登場するヒロインだな。そうよ。南極氷床下調査隊、マートの責任者である大門海久志の一人娘で、サードマン現象 TMP という超能力を使える体質、フェノメナーよ。南極で発見されたディーダリオンと交信を続けていたが、ディーダリオンの同族を名乗るアンギルオン、マーギオンとの戦いに際し、平行世界に飛ばされてしまうわ。タイトルに DD とつくだけあって、やっぱり平行世界に行くんだな。そうね。ディメンションドライブの略称だからね。そんな彼女の魅力だけど、この動画の趣旨にぴったりな見た目をしてるわね。なかなかすごい格好だな。
ピンクの髪色に青と白を基調としたカラーリング、最近の流行なのかしらね。青と白はスパロボサーチの三つ葉もそうだったな。そうね。色白の肌に派手さと清楚さがうまくマッチして、ただでさえ目立つ肌色がさらに際立って見えるわ。ボディラインも滑らかで、プラグスーツ買ってくらいにピッチリしたの着てるわね。前開きの服でチャック付きってのがええ、すぎるぜ。太ももも見えてるし、なんかレースクイーンみたいだぜ。そうね、公式立ち絵はかなり際どいわ。太ももどころか尻の肉が少し見えかかってるわね。一体胸の布はどうやって支えられてるのか気になるぜ。吊るしてるような紐もないし。ヌーブラみたいになってるのかしら。胸も大きいし、ビジュアルもかなりええ、なパイロットね。サポートキャラとして登場した時によく揺れているシーンがあるわ。揺れる反動で着てる服が脱げたりしないかヒヤヒヤするぜ。そうね、それにしてもスライムみたいに揺れるわね。柔らかそうだ。スパロボ DD は他のオリジナルキャラもかなり個性的なキャラが揃ってるから、ぜひプレイしてみてね。次は第7位、神月可憐よ。コードギアス反落のルルーシュに登場するキャラだな。そうね。日本人とブリタニア人との間に生まれたハーフで、黒の騎士団のエースパイロットね。ナイトメアフレームグレンを借り、その操縦センスは天才的なものを持っているわ。だけど持って生まれた際は、操縦センスだけじゃないみたいだな。そうね。可憐もかなり恵まれた体をしているわね。もともと運動神経が高いようだし、そのおかげかスレンダーな体つき。だけど胸部はしっかり出てるわね。モデルみたいな体型してるよな。立ち絵を見ると、パイロットスーツは例に漏れずピッチリしたの着てるわ。スパロボでは揺れは抑えめだけど、グレンのコクピットがバイクにまたがるような形になるから、カットインではどうしても胸に目が行きやすくなるわね。スパロボ Z ではバニーガールのカットインも用意されてるくらい気合入ってるな。まあストーリーの関係上書かざるを得なかったんでしょうね。でも肌色成分多めなカットインで、これはゲームどころじゃないわ。いいファンサービスだ。これはいいタニマなんだぜ。スパロボ X でもカットインも見どころがあるわ。横からの美揺れと正面からのカットインね。おお、確かに揺れてるぜ。正面からはその大きさと柔らかさが伝わるカットインだな。魅力は見た目だけじゃなく、性格も男勝りというか強気な性格をしているわ。だけどゼロやナオトに少し依存傾向があるなど、年相応の未熟さも伺えるわね。なるほど、そういうギャップがあるのがこのキャラのいいところってことか。そうね。アニメではシャワーシーンなどのお色気シーンも多かったし、もちろんスパロボでもええ、なキャラとしてランクインせざるを得ないわ。次は第6位、ヨーコリットナーよ。天元突破グレンラガンに登場するキャラだな。名字リットナーって言うんだ、初めて知ったぜ。初めは公式でもヨーコという愛称だけだったみたい。リットナーという名字が与えられたのは第3部以降みたいね。なるほど、そういうことか。では早速紹介してほしいぜ。グレンラガンのヒロイン枠であり、自身よりも大きな超電動ライフルを武器に獣人と戦うスナイパーの少女よ。なんと第1部では14歳よ。このいでたちで14歳、一体何を食べたらこんなことになるんだぜ。第3部では21歳なんだけど、成長してさらにすごいことになってるわね。教師をやっていたみたいだけど、こんなんじゃ生徒は教わるどころじゃないわ。スパロボのカットインでも盛大に揺れてるな、どことは言わないが。そうね、Z ではキャラ単独でのユニットが用意されていて、そのカットインでは縦横反動によっていい具合にポインポイン揺れてるわ。着てる服も水着みたいね。ほとんど裸なんだぜ。スパロボ X でのカットインでは、スペースヨーコダブルタンクのミサイル発射に合わせて、両腕を横に広げる動きの反動に合わせバインバインしてるわ。手に乗せた時どっしりと重みを感じさせるような揺れ方ね。そうだな、詰まっていそうだ。パイロットスーツも胸と局部だけ隠して14歳の時より肌角が増してるわね。胸だけじゃなくむっちりした太もももいいわ。ヨーコは全体的にガタイがいいよな、動くとダイナミックな感じが出てくるぜ。そうね、胸もそうだけど、ヨーコの場合全身がインパクトあるのよね。グレンラガンは機体の大きさが最終的に宇宙スケールになるから、世界観にはマッチしているかもね。そうだな、それにヨーコは辛い経験をして強くなっていった女性で、キャラクターとしての深みも十分なんだぜ。そうね、カミナとは両思いになったけど、途中でカミナが倒れてしまったり、そこから立ち直ってキタンに告白されるも、そのキタンも仲間のために散っていったりと苦い経験をしてきたわね。体だけじゃなく中身も人間性に富んでいると思うし、なるほど、これはランクインして当然ってとこね。次は第5位、セレイナレシタールよ。第3次アルファとオージームーンジュエラーズに登場したオリジナルキャラだな。そうよ、第3次アルファでは主人公としてチームジェルバの生き残りで潜入や工作任務を得意としている女スパイね。生身でも高い戦闘力を持っていて、ガオガイガーの敵である現地と互角の戦いを繰り広げたこともあるわ。女スパイが主人公って珍しいな。そ
そうね、ダークヒーロー路線ってのはスパロボではあんまりないかも。アルファでは敵勢力に属してたり、裏切りを重ねたり、一部のボスキャラからは憎悪の力に一目置かれたりしてるわね。そのせいで味方からは結構辛辣な扱いを受けたりしてたな。そうね。まあそういうくらい一面もあったけど、世話好きなところがあって、誰かに物事を教えるのが楽しいらしいわ。気になる人は第3次アルファをプレイしてみてね。それでこのキャラのどこがえ、なんだ？そうね、立ち絵から見てわかる通りスタイルの良さとボディラインを強調した服装、戦場的なデザインをしてるわ。そうだな、これまでのキャラも大体そうだが。このキャラの特徴的なのは、変幻自在のこの動き、見切れるかしら？というセリフとマッチしたカットインよ。おお？これは、どうなっているんだ？わかったでしょ？一体どういう理屈なのか、交互左右に揺れているわ。物理法則を無視した異次元の揺れ、まさに変幻自在ね。機体性能だけでなく自分の体にも言及していたとは、恐れいるぜ。スパロボ OG でも参戦しているけど、こちらも見事なカットインね。ゲシペンストの系譜でも紹介したゲシテルベン海に乗り、まさに変幻自在な軌道で戦闘を繰り広げるのだけど、これまた彼女の膨らみは激しい G によってか揺さぶられるわ。ポヨンポヨンしてるぜ。第3次アルファほどの異次元ではないけど、左右に揺れて最後に大きく揺れているようにも見えるわね。それからアルファの方では先鋭的だったのが、OG ではもっと丸く重量がありそうね。そうだな、性格も見た目も尖ってたがここだけは丸くなってるな。ガサツな性格とのラップがあって私は好きよ。そうか、それは良かったな。第4位は節子原よ。スーパーロボット対戦 Z の主人公だな。そうね。心臓モビルスーツの稼働習熟データ収集を主としたチーム、グローリースターの隊員で、階級は少尉よ。性格は内向的で気が弱く消極的、物事を深く考えすぎる傾向にあるわ。物語開始当初はまだ部隊に所属したばかりで経験不足な描写が多かったぜ。そうね。節子はスパロボ女主人公の中でも最も不幸な主人公と言われていて、繊細孤児になったり、親しい人を理不尽に殺されたり、信じていた人に裏切られたり、いろいろあったわね。なかなか壮絶な人生を歩んでいるな。こうした経験を乗り越えて彼女は戦い抜く覚悟を確固たるものにしていくんだけど、それとは別に彼女は大人の魅力をも同時に身につけていくわ。そうなのか、ぜひ聞きたいな。まず彼女の見た目は舞台の制服で、これまで紹介したキャラたちに比べると、ミニスカを履いてるってくらいで割と大人しめの服ね。そうだな、とはいえ胸部は十分重量がありそうだけど。ただストーリーを経て機体のパワーアップがされていき、最後の蒸気の技のカットインでは、私の成長を見て、と言わんばかりの大揺れをかましてくるわ。確かに、この揺れは相当の重量がある、詰まっていそうな揺れなんだぜ。そうでしょ、これが内気で気が弱いキャラが、悲惨なストーリーを乗り越え身につけた覚悟の証なのよ。その表現節子が好きな人からしたら怒られるぞ。大丈夫よ、節子好きな人はみんな思ってると思うわ。それまでのカットインではほぼ揺れなしだったのが、最後にあれだけ揺れるんだから、嬉しいに決まってるわ。あまり主観で物を言わない方がいいぜ。とはいえスパロボ随一の女性キャラで不幸なストーリー、大胆な見せ場もあって、人気キャラであることは間違いないな。そうね、これからも節子には強く生きて、もっと揺らしてほしいわね。おう、そうだな。第3位はラミア・ラブレスよ。スパロボ A に初登場したオリジナルキャラクターだな。OG シリーズではおなじみの人気キャラだぜ。そうね、スパロボ好きにはもはや説明不要かもしれないけど、一応紹介するわね。頼むぜ。シャドウミラーが生み出した人造人間ダブルシリーズの最新ナンバーダブル17で、実力、容姿、スタイルなどの全ての面で完璧と、創造者のレモンから最高傑作と言わしめるほどよ。唯一汚点ではないが変わったところといえば、言葉遣いだな。そうね、平行世界に転移するとき言語機能が故障したらしく、敬語を話そうとすると妙な言葉遣いになるわ。だけどそのことに対する苛立ちや、プレイヤー舞台との関わりがきっかけで明確な感情を持ち始め、生体アンドロイドとして製造された彼女が感情を抱く一助となったわ。そうだったな。まあ、プレイヤーはもっと別の感情をこのキャラに抱かされていただろうけどな。そうね。彼女の格好はチャイナ服に肩出しの上着、ニーソを履いていて、露出が多めね。髪と服の緑色に上着とニーソの紺色がいい具合にアクセントになっているわね。そしてかなりの大きさの胸部が見る者の目を引くわ。そうだな、結構な主張があるな。緑色が多い影響で柔らかそうなイメージがある反面、上着の色がちょうどいいバランスになってるように思うわ。いかんせんデカすぎるから嫌でも目に入るわね。嫌なのか？そんなわけないわ、カラーリングの兼ね合いでちょうどいい具合に抑えられているってところね。そうだな、でも戦闘シーンはどうだ？スパロボ OG や A ポータブルのカットインでは、その大きさと質量が感じられるくらいどっしりした揺れをしてるわね。
短いカットインだけど、ボニョンとした感じで揺れてくるわ。おお、確かにこれはいい揺れをしているぜ。OGMD での戦闘シーンは、まるで自分がどういう風に見られているか理解しているがごとく、これでもかというほど見せつけてくるわね。ド派手なカットインなんだぜ。全身使って揺らしに来てるぜ。揺れ方もプリリンとしてて大きさの割には可愛らしい。それでいて柔らかそうな揺れだわ。なるほど、確かに、これは最高傑作と言われても遜色ないぜ。アニメ版 OG でも目立っていたし、人気キャラであることは間違いないわね。第3位とは納得の順位だな。第2位はメルアメルナメイヤよ。スーパーロボット対戦 J が初出のオリジナルキャラクターだな。言いにくい名前だぜ。噛みそうになっちゃうわね。J では実験体としてガウラ・ヒューリアに拉致され、カティア・グリニャール、フェステニア・ミューズと共に肉体改造を施された3人娘の一人よ。スパロボ J ミニン娘と言われていて、ファンからは略称で頭文字を取ってメメメと呼ばれていたりもするわ。なるほど、それは言いやすいな。性格は内気でおっとりした性格だけど、芯はしっかりしているわ。服装はお嬢様みたいな服装ね。ちなみに J の時と OG の時とでデザインが変更されているわ。そうだな、J の時は OL をちょっと派手にした感じだな。そうね、共通して胸元が開いているわね。これまで紹介したキャラと比べると派手というより華やかさがあるかしら。そう見えるのは全体的にフリフリが多いのが理由かもな。そうね、髪も金髪ショートで青い目をしていて、全体的に可愛らしさが目立つわね。でもこんな子が2位になるのはちゃんと理由があるのよ。そうなのか、どんな理由なんだ？このキャラは他の2人と主人公キニサブパイロットとして乗せることができて、精神コマンドがそれぞれ違っているわ。そしてグランティードドラコテウスの最強武器のカットインで、彼女の最高の能力が披露されるわ。これは、確かにこれはすごいぜ。とんでもない勢いで画面に割り入ってきて大げさなほどに揺れているわ。かつてここまで重力に逆らった父揺れがあったかしら。あれ狂ってるぜ。主人公機体の最強武器という一番盛り上がる演出で彼女の勢いも最高潮に達し、その身が暴れ出すのを抑えきれなかったというのがよくわかるわね。何を言ってるんだぜ。トーヤやシャナを差し置いて一番目立ってるわ。このカットインに彼女の魅力の全てが詰まっていると言っても過言ではないわ。それは違うぜ。私としてはぜひ作品をプレイしてストーリーを通して、彼女の魅力を感じてもらいたいぜ。そうね、確かに一理あるわ。でも、このシーンは今回の題目にぴったりで、今回の順位としては妥当だと思うわよ。それはそうだな、ワンカットだが衝撃的シーンだぜ。第1位はクスハミズハよ。スーパーロボット対戦アルファが初出の、OG でもおなじみのキャラだな。そうね。ちなみにスパロボシリーズではアルファだけど、スーパーヒーロー作戦が初出らしいわよ。ここではスパロボの方の設定を解説していくわね。そうだったのか、知らなかったぜ。それでどんなキャラクターなんだ？当初は民間人で、念動力の素質を見出されパイロットとして成長していくのが、アルファでも OG でも共通したところね。性格は心優しく気弱で天然なところがあるものの、いざという時には真の強さを発揮するわ。その性格ゆえか、竜王機のパイロットとして選ばれることにもなったわ。なるほどな。キャラデザはどうなんだ？私服はオレンジや黄色を基調とした格好をしていて、明るい印象を受けるわね。スカートが黒なのがいいアクセントになってるわ。他にも OG の制服や、パイロットスーツなど色々あるけど、共通点として全て胸部の主張が激しいわね。これまでのキャラ全て共通だけどな。そうね。だけど彼女は、スパロボ父揺れ会の中でもオリジナルキャラで初めに揺れた人物だと言われているわ。そんな会があったんだな。まあわかってたけど。半剣キャラを揺らしすぎるとどうしてもそのキャラのイメージを損なう可能性があるから、大げさに揺らすことはできないんだけど、オリジナルキャラはそうではないわ。好きに揺らしても許されるのよ。まあそこはプレイヤーの声次第ってとこでもあるんじゃないか？そうなのかもね。でも第2次スーパーロボット対戦アルファにて、この父揺れが実装されて以来、多くのキャラが揺れ始めたわ。いわば原点と言っても過言ではないのよ。ちなみにゼオラ・シュバイツァーも第2次アルファにて揺れてるが、それは前回の動画にて紹介しているのでここでは割愛するぜ。第2次アルファでは画面下部から登場後、しっかりぽよぽよと揺れが確認できるわ。機体にかかる G によってふくよかな肉が遅れてやってくるような描写ね。いい揺れだわ。霊夢はなんだ、ソムリエかなんかなのか？気持ち悪いぜ。でもみんな好きよね。第3次ではさらに画質も良くなって、青や紫を基調とした格好でより大人っぽさがあるわ。髪色とよくマッチして落ち着いた印象で揺らしてくるわね。こっちはこっちでいいな。そして真骨頂は OG ムーンデュエラーズね。基本的なカットインではアルファシリーズに比べて大人しめよ。だけど画質が良くなっているのと、正面からのカットインでパイロットスーツを着ているわね。
あんまり揺れないなのはパイロットスーツによって抑えられてるからかしら。程よく揺れてるな。戦ってる時にあんまり揺れると邪魔だろうしな。でも竜王派残剣天魔降伏山にて、竜皇と動きがシンクロしカットインではなんと全裸になるわ。うお、大事な部分は隠されてるとはいえこれは刺激的だな。揺れはしないけど、初見はなかなか驚いたわね。第3次アルファでも同じような描写はあったけど、あっちは光のオーラが形になっているような感じだったし、ここまで明瞭に書き上げるとは思わなかったわ。隠すとこは隠してるとはいえ、でかいなやっぱ。さすが1位なだけはあるぜ。そうね。このキャラはシリーズを通して長いし、人気があるのは父揺れだけじゃなくクスハ自身のキャラがあってこそだからね。そうだな、栄養ドリンクとかな。スパロボ行きのクスハの項目で一番長い記事だったわね。ストーリー中やアニメでもそのシーンは衝撃的で面白かったわ。いろんなキャラクターが取り乱してて、普段見れない取れ高でいっぱいだったわね。これからもスパロボの顔、元父揺れ枠として頑張ってほしいわ。父揺れだけじゃなく、ブリットとの関係や愛機流行にての活躍がメインだから、そっちもよろしくな。まだ OG では新流行が登場してないし、新たにブラッシュアップされた登場楽しみにしてるぜ。以上、今回はナパイロットランキングバージョン2でした。前回に引き続きスパロボには刺激的なパイロットがたくさんいるんだな。そうね。今回は前回紹介しきれなかった魅力的なキャラクターたちを紹介したわ。まあ、私が独断と偏見で選んだものだから、ランキングは人それぞれよ。そうだな、みんなの好きなキャラランキングとかあったら、動画にぜひコメントしてほしいぜ。そうね、いろんな人の意見があると思うから、見てみたいわ。コメントから情報を参考にして動画を作っていくので、コメントしてくれたら嬉しいぜ。このチャンネルではスパロボの情報をこれからも発信していくから、いいねやチャンネル登録よろしくね。ではまたねー。